2020年東京オリンピックの射撃競技は2021年7月24日から8月2日に陸上自衛隊朝サ訓練場内の特設射撃場で実施された。2017年6月国際射撃連盟は IOC 理事会で以下の15種目の実施を決定。前回大会からは男子個人の3種目が削減され新たに 男女一人ずつで組む混合団体3種目が採用される。個人12種目は2018年 SF、世界射撃選手権から4名ずつ、2019年、ワールドカップから8名ずつ、大陸ごとの競技会から5大陸合計で13名ずつ、開催国枠として1名ずつ、世界ランキングから1名ずつの1種目あたり27名に加え、 男女12名ずつの招待枠を合わせて、計348名が出場枠を獲得する。今後3種目は2018年 SF 世界射撃選手権の上位2カ国ずつ、計12名が出場枠を獲得する。出場枠は、世界ランキングによる出場枠以外は NOC に与えられるため、NOC は、 出場枠を獲得した選手と別の選手を派遣することができるが、派遣される選手は出場資格スコアを満たす必要がある。また、派遣された選手が他の種目の MQS も満たしている場合、出場枠を得た種目以外にも NOC ごとに2名まで出場することができる。一つの国からは最大30名の選手を派遣することができる。日本からは ライフル及びピストルでは、日本ライフル射撃協会が2021年5月に、男女4名ずつの代表選手の内定を発表した。クレー射撃では、中山幸枝が、女子トラップで、アジア選手権3位となり出場枠を獲得し、日本クレー射撃協会により、本大会出場が内定したほか、同大会の成績により、大山重隆、石原直子、 井川博之も開催国枠の出場選手として内定した。前回大会より変更された大会形式が引き続き採用された。予選決勝予選決勝356名がエントリーしたが、イギリスの1選手が大会直前に新型コロナウイルス検査で陽性となり、危険したため、競技には355名が参加した。ありがとうございます。